北朝鮮が潜水艦から巡航ミサイル発射実験を繰り返す中、日本政府は長射程巡航ミサイルの早期導入を決定で、海上自衛隊の潜水艦から巡航ミサイル発射を検討しているとの情報をキャッチしました。今回は防衛省ついに人に意識装填、対芸型 533mm 魚雷発射艦で長射程、海中から反撃能力保有トマホーク発射かを詳しく見ていきます。VSL 搭載潜水艦を建造計画している防衛省ですが、攻撃型通常動力型潜水艦で新型燃料電池で世界最強へ。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼之清則氏が勝利を収めたことで軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然とみられ、日本の安全保障には新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として、進化を続けている兵装である。日本政府は、当初アメリカから、このトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンである、ブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ、前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。
人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、微分化し、無声も一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS、垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これが、いかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は、未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると召されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘9尉しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘9は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、
そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。